僕の隣は君がいい。はい、渋谷さんこんにちは。今、ハードアロマテラピーを受けていただきましたけど、肩でね痛みっていうことで、渋谷さんはもうドテラを使って何年ぐらいですか？2年半ぐらいですかね。本当。子供が生まれる前ぐらいに、でまあ渋谷さんミネラル、あ、オイル大好きだよね。いっぱいあります。そうですね。で今日、肩が痛いと、左肩痛い。そうそう。もともと高校と大学と社会人で野球してたよね。あ、そうです。そうね。で、野球してて、思いっきり振ったらね、左がこう、ダーンってなって、フルスイングしたら痛くなったんですよ。で、今日お母さんに言ったら、なんか、こうやりながらしてくれて、ハドアルマ。まあ疑ってはなかったですけど疑ってたろう。いや、改めて、なんかやっぱすげえなっていうのを今日思いますね。痛みがどんどんこう抜けていくというか、可動、痛くなく可動できるように、可動範囲がだんだんこう、痛くない可動範囲がだんだん広がっていく感じで、最初、どの辺まで上がりました？最初にこの辺で痛かったんですけど、今はでここでもちょっとなんか緩い感じしますけど、痛みはないです。痛みはありました。耳つかんかったよね。今はちょっとね、あれだけど、もうちょっと痛みはない、ダムな、ふわっとはまだしとるけど、痛みはかなり抜けました。本当だ。ありがとうございます。まさかこんなことになると思わなかった。いや、そうですね。正直ここまでの思わなかったですね、今回の件ではね。疑ってはなかった疑ってはなかったんだけど、改めてすごいなっていうところですね。本当、ありがとうございます。今日は肩の痛みだったんだけども、ご夫婦なのでいいオイル持って、ね、これオリジナルオイルコレクション持ってらっしゃるので、夫婦でね、アロマタッチをでスレッツルームを作ろうと思ってるんで、はい、いいね。はい、ぜひ行きます。はい、どうもありがとうございました。渋谷さんでした。どうもありがとうございました。僕の隣は君が